皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はディディコングレーシング DS の実況プレイをしていきたいと思います。さてとも、まあ、今回はディクシーでやって、まあゴリラの幼女でやっていきたいと思います。まあ普通にもうレースカーでいいでしょう。まあここはもう慣れていないので、もうここでとりあえずスタートダッシュはもうできないので、もうとりあえずこれで、まあ、DS でできるようにはなってるんですよね、実は。まあ、コースアウトは、とりあえず当たらないように。よし、OK。よし。1位。とりあえず、怖い怖い。ちなみにクランチが本作では、まあ、最高速と上がってるかどうかはわかりませんけど、あれですね、ハンドリングと加速が良くなっていますね。まあこれはもう使いたい。おーし、オッケー。でここで、まああと別のアイテム取っても変わらないというのが本作のいいところですね。よっしゃ。まあとりあえず最後にこれですね。まあ最後に、おーっしゃー、よし、オッケー。オッケー、オッケー。結構、よし、これでオッケー。まあ、これで実はドリフト一回も使っていません。まあ、これがあれですね。はい、オッケー、オッケー。まあ、これですね。本作はバンジョーとコンカーがいない代わりに、ディクシーとタイニーが登場しています。まあ、シゲさんが。まあ、音符ですかね、あれは。まあ、とりあえずは。ああ、マジか。これで、ああ、マジか。いや、これ難しいって、絶対。まあ、とりあえず、私の指が見えましたが、まあ、気にしないでください。まあ、これはやばいな。もう一回やるやっちゃったな。よし、オッケー。まあ、とりあえずはもう一気に、ゴリラ幼女を、親愛なるディクシーちゃんで、レースをするみたいな。おお、危ない危ない。ちょっと動かしにくいんですよね。まあ、今回はこのレース終わったら終わりにしたいと思います。まあ、そうですね。本当ディクシーが多分、マリオカートに登場してないから、もうディクシーがレースに参加するのはこれで初めてですかね、きっと。いや、そんなことないか。まあこれでまあディクシーまあディディのガールフレンドということで、まあドンキーと初めて冒険したのがトロピカルフリーズですね。まあ登場してから19年後ですかね、確か。まあ10年後が2000、まあ19年後にようやくドンキーと初登場からドンキーと冒険したのが19年後のということになるんですよね。いやまあ本当にもうまあ、ここで、ゴーリア。まあ、とりあえずこれで1位です。おう、あと少しでもう、ドンケツ、ティンバーを追い越しそうになった。まあ、そんな感じで今回はこの辺で、ディディコングレーシングの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および SNS での拡散をよろしくお願いします。